ジロー、ヘルシンキへようこそ。ヘルシンキはいいですね。第一印象は？第一印象、健康的。健康的？どういう意味で？昨日着いて、なんだ、電車乗ってエアポートから出てきてもみんな走ってるとか、自転車乗ってるとか。ああ、そういうこと。そう、自転車乗ったま、自転車持って電車に乗ってくるとか、犬連れて電車に乗ってくるとか、なんかすごい健康的な人がいっぱいいる。ああ、なるほどね。ちょっとまた印象を聞かせて、新鮮な目で。はい、そうね、思ったより寒くない。ああ、確かに結構暖かい。うん、こんないっぱいあるんや。これあれじゃん、さっきのさ、なんだっけ。ああ、そうそう、リンゴンベリー。へえー、すごいな。これもなんかブルーベリーみたいなのが違うのが2つある。うん、ラズベリーもある。Do you guys pick up from the forest or somewhere? No, we buy it from the forest. Okay. Is this like sour or sweet? Can I actually try it? Yeah. That one is quite sour. I would say blueberries are more. Yeah. Like meat, like actually, it's pretty sour.初めて見たでもこれ、確かに日本にないもんな。うん、クラウドベリー。これがあれなん、フィンランド的なというか。うん、これ確かに外では見ない。他のベリーより高いなあ、高級品を。見た目もなんか金色やからな。すごいね。へえ、ほんまや。ぜひ食べてみてください。ぜひ。どんな味？これどういう味してるんだろう。例えるの難しい。トマトに近い。トマト？そんなことはない。なんか酸っぱいのと甘いのと。うまい。トマトっぽくない？後味がさ、なんだろう。普段なんかヨーグルトとか、うん、ポリッジと食べたら、うん、あ、美味しいと思うけど、うん、これだけ食べたら。トマトやね。なんか俺が中学生の時にね、うん、部活のコーチに何だっけな、うん、朝ごはんをしっかり食べろって言われて、なんか朝ごはんは銀メダルで、昼ごはんは銀メダルで、晩ごはんは銅メダルぐらいのサイズでいいって言われて。あ、それ大事さみたいな。大事さ。あ、なるほどね。やってさ、でフィンランド人的には朝昼晩っていうか、まあ何食食べるんかなっていうのは、子供はめっちゃ食べる、うん、まず朝ごはんがあって、うん、間食があって、うん、ランチがあって、で間食食べて、うん、まあ、人によると思うけど、で晩ご飯があって、で夜にユータパラっていう、そういうことで英語で言うとなんかサッパーみたいな感じで、寝る前のご飯みたいなんでサンドイッチ食べたり、ちょっと、うん、ちょっとちっちゃい感じやね、うん、でも日本人みたいになんか朝昼晩ってきっちり、うん、しかも俺ら結構晩もしっかり食べるやん、なんかやな、温かいもの、はいはいはい、でも多分フィンランドの人は割と1日1回少なくとも温かいウォームミールを食べれたらいいみたいな人多いと思う。だからこれがだいたい何時ぐらいな、一番あったかくていいのが昼じゃん。あ、昼か。だから学校給食はみんな無料。あ、学校で食べれんのや、うん、いいね。それは貧しい子でもあったかいものを食べれるようにっていうので食べ、だからでもそれだけがあったかいご飯の人見ると思うね。あ、そういうことね、うん、朝晩はまあなんかささっと軽くみたいな。そうやな。自転車レーンに行かなあかんから、こっちは右か、まあ、うん、右側で、向こう側がエイラっていう結構すごいいい場所。あの辺のアパートとかお高いよ。なるほど。ちなみになんかことわざじゃないけど、なんかよく俺聞くのが、こうなんか人生で2つ幸せな瞬間があって、1つはボートを買うとき、もう1つはボートを売るとき。それはフィンランドのことわざで、わからん、なんか聞いたよく聞く。だから要は買ってメンテナンスとか手間とコストかかるからもうええわってなって、買った瞬間はとても嬉しい。そう、最初はめっちゃ嬉しいけど、でうっしゃ売れたっていう、最後は疲れてくる。そう、ヘルシンキ滞在24時間経ってないけど、印象はとても良い。気持ちいいね。でも本当に天気がいい。うん、なんかその寒くて暗くてみたいな印象が全然今吹き飛ばされてる感じ。ああ、よかったわ、いい時に来てくれた。明るいし緑が多いし近いし、でもなんか街としても歩きやすいし、うん、すごい移動しやすいし、ね、何より。なるほどね、貴重なコメントやな。
面白い。フィンランド来て抹茶ケーキをリクエストされるとは思ってなかった。たまらない日本から来てたら多分やらない。そうやな、確かに。海外生活から来るとやる。これどっちから行ったんやろ、こっちから行ったんやろ。そうちゃう。どう、故郷の味する？そっか、ほうじ茶ってこんな味だったかよ、パッと分からんくらいこれは美味しい。あ、うまい、めっちゃクオリティ高い。よかった、うん、それはない、ヘルシンキのいいとこばっかり、まあ、見てほしいけど、うん、ちょっと良くない、良くないっていうか、そうじゃないところも、なんかあるよな、あんまりリアルじゃないところだけ見て吹聴してもらう、うん、来たことないわ、言われな、知らんかったわ。When your friend come visit you in Finland, one thing you have to do is taking him or her to the nature. So today we are going to the Nuuksio National Park, and actually my another friend will be joining us. And my friend saw my video where I was grilling in the nature, so he said he wanted to do that. So of course we are grilling something there. It's gonna be another fun day. And people have a cottage. Yep, they have a sauna there too.More than that, like 1,000? I would say it's roughly like 100,000. 100,000 lakes? Yeah. 188,000. 188,000. To be specific, so that's quite a lot of lakes. Yeah, that's a lot of lakes. But it's a mix of like smaller ones and a bigger one. Yeah, I think it including small pond as well. Yeah, that's true. That was lovely. And do they get all frozen during the winter time?Most of them, maybe, at least on the surface, I think. Another quiz. How many saunas are there in Finland? Saunas cannot even count, like, you know. So it basically goes like a million inside the country, yeah? Over a million. I think it's 2 million or 3 million, depending on... I think even the government cannot even know the exact number. Exactly, if you get...How galampis? I think the popular one, quite common one. Mm. Huh. 食べてもいいねんで。これ。Mm. Yeah, I'm sure this one is poisonous because it looks poisonous. Mm. It doesn't even look real. This is so like a typical. I don't know. So how do you like Finnish forest? Outside, this is a how can I say right amount of just good enough sufficient amount of wood and not too many people, but there are some people, so we don't really feel completely alone. Yes. If you want some privacy, you have it. Yeah. Exactly.Yeah, but now you are getting authentic Finnish nature experience. Yeah, is this authentic? You say? Yeah. I think so. Yeah. This is national park. I would agree. Really good, like that. Very nice, pathway to work, not tiring, kind of. Too much going to wild. Also, this kind of concept, so you can be on your own, be an adult, go to a forest, survive, get back.Thank you.
hitchhiker on the side of the road in a mountain town somewhere out west. Hitchhiker. Many more steps to go. Yeah, you can do it, Yero. イエイティブやな。そうかそうか、そうしないらへん。ホットドッグ。ホットドッグ。ホットドッグ。うまい。うまいな。まあシンプルな感じやろ。シンプルやね。なんだろう。何食べてんのかよくわかんないけど。This is really a good idea. Cinnamon roll. うまい。めっちゃ美味しい。So you like it? Yeah, it's like a smoked cinnamon roll. Perfect temperature. マジでうまいこれは。If you come here, you have to taste this. Salmaki. And it's like original. What kind of original? Get his reaction. You can just pick one. Yeah, I'll just go very natural normal. You don't smell it, right? Yeah. He's digging it. It will come. Nice. You have something if he pukes? You want to taste it? You want to taste it? I don't know. It tastes like a medicine. But you don't hate it? That's acceptable. It's acceptable. That's really good compliment for salmiakki. Yeah. I simply don't know what I'm eating now. That's my... Kicked in. I don't know why I'm picking another one, but... Keep tasting it. The after effect kind of changes a bit, but... Yeah. Or no, it's not bad. Taste changes like 4 or 5 Yeah. During the first 20 seconds, I can manage the salmiakki, but after that... I'm not gonna puke. I will. Now, eat. And, but I'm not gonna puke. Done. Because the taste of salmiakki stayed in my mouth still. So, I'm having now this geisha chocolate. This is the best. Nice. Let's go. Good luck. These guys were really triathlon. Oh my gosh. 38 kilometers, he said. Really? Yeah, he said 38 kilometers. It's a lot. Hey, now it's your turn. I wish.
So how's your hiking experience going? Going well. Very well. Fine. Can I finish ice cream stuff? じゃあサウナ後の飯をいただきましょう。So yesterday I took my friend to a public sauna and today I'm going to take him to a uimahalli, so the swimming hole, because there is a sauna there as well. I think it'll be a local experience because not many tourists go to Finnish swimming hole. じゃあサウナに行きますか。もうサウナ2回行ったけど3日間です。もう毎日サウナに行けているっていう。夜は寝れてるん？昨日寝れた？結構寝れた。うんうん、確かに。ウィムハリどうでしたか、スイミングホール？さっきのところはなんていうのかな日常って感じのところに邪魔してる感じがとても良かったですね。それは良かった。なんかサウナが一部の人のものって感じじゃなくて、普通のみんなの日常の中にある。ああ、それが日本のサウナとの違い。違うね、あれは。いいこと言うな。パンで食べんのかなぁ。朝だいたいパンやねんや。あ、そうなんや。あれじゃない、フィンランド。デザインなんだろう、フィンランドのこれ感じ。あれがシベリウスモニュメント。シベリウスってことは聞いたことあるやろ。シベリウス何だっけ、作曲家。あー、そういうねああ、分からん。何も起こらへん。あ、お。あ、でそこで、あのソーセージ焼くこともできる。なんか焼いてる匂いやろ。めっちゃいいな、これは。これは喉かな。いいでしょう。確かにあのロールの形が違うもんな、うん、こうじゃなくてさ、確かにこうじゃないし、そうだからコルベン、だからコルバブーストっていうコルバをブースティしてる。あ、そういうことね。うん、うん、あ、うまい。美味しいですか？うん、とても美味しいです。シナモン甘い。でも何だろう、甘すぎはしない。うん、コーヒーに合うと思う。うん、ちょうどいいぐらい。じゃあわざわざヘルシンキまで来ていただいてありがとうございます。楽しかったです、ね、よかったよかった。とてもよかった時間とスペースが贅沢まあまた、うん、冬にでも来てください今回ね、夏でもないし、確かに、まあ、めっちゃ寒くもないし、真夏に来てもいいけどな、うんうん、まあ冬もありかもなね。はい、みんなフィンランドといえば寒いんちゃうと暗いんちゃうと言われるけどそんなことは全然なく、ちょっと覆った、うんうんうん、天気良かったしね。良かった。今週というか。ではありがとうございます。楽しく、ありがとう